突然だが、この数字を見てほしい。20という数字は、某人間チャンネルの中でも、比較的多い視聴回数である。この、比較的多い視聴回数を得られる動画には、鉄道動画という共通点がある。そしたらまた、鉄道に乗りに行こうではないだろうか。と、いう考えが甘かった。前回、なんだかんだで2000円弱かかりました。これはさすがにやりすぎたかな。質素けにゃ、これで行こう。そこで役に立つのが大回り乗車。大回り乗車とは、大都市近郊区間内において、実際に乗車した経路に関わらず、最短路線で運賃計算をするというルール。大阪人はケチだから、これに食いつかないわけがないだろう。ということで、今回のタイトルは、130円で琵琶湖一周であります。電車に乗りながら、大阪にとって、琵琶湖がどれほど大切なものなのか解説することを予定しております。ご期待ください。某人間チャンネル。おまけ。鉄道動画で思い出した、鉄道動画に特化したチャンネルがあります。歩くチャンネル。歩くチャンネルは鉄道専門チャンネルです。関西の鉄道をメインに投稿していますが、たまに関東の鉄道も投稿しています。もしよろしければ、覗いてみてはいかがでしょうか？